モッチーカーブスだなって叩いてるやついいんだろ。おめえモッチーよりブスなんだよ、結局。それで自分より下を作ることより楽になりてんだろ。今日だけは素直になれよ。お前らモッチーよりブスだろ。教えてくれ。アンケート取りねえわ。俺はモッチーよりブス。あれ、モッチーライン。俺の中で考えた。モッチーよりブスは、やっぱ世間一般的に見て、じゃあお前モッチーよりかっこいいってやつ、お前俺にメール送ってこいよ。お前それで放送に載せて、お前が確かにモッチーよりかっこよかったら俺謝ってやるよ。じゃあお前モッチーより俺の方が絶対かっこいいよってやつ、今メール送ってこい。しかも俺の放送に載せていいよってやつ。モッチーより上です。放送に載せても大丈夫です。恥ずかしいな、なんかモッチーよりイケメン選手権。なんだこの選手権は、モッチーよりイケメン選手権。ああ、ペイントで開くわ。写真って多分自分の中で結構写りがいい写真を送ってくると見て、それでいてスノーでこれってことは別に普通だと思う。和光の劣化和光みたいな感じじゃない？ やばい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 。でも俺モッチーよりはイケメンだと思う。モッチーよりは俺イケメンだと思う。お前の方がモッチーよりはイケメンだと思う。止まるなよ、モッチーよりイケメンコンテスト程度で。お前好きだな、俺。お前みたいなやつを待ってたんだよ。俺、こいつは、俺は、好き。スノーとかで撮ってるクズと一緒にしないでください。今撮りました。俺の方がモッチーよりイケメンです。俺、こいつは好き。俺、こいつは好き。こいつは何の脚色もなくこれを送ってきた男らしい。お前はモッチーよりイケメンとして生きていけ。お前は俺が断言、俺の太鼓判を押す。俺はお前みたいな男に会いたかった。お前みたいな男に会いたくてこの放送始めた。俺はだから絶対ツイッターに写真あげるときも撮り直しは絶対しないって決めてんの。お前にはその男らしさ感じるね。なんかあれだな、なんだっけ、マッスル宮崎みたいな顔してたな。こいつ、世間一般的にはイケメンかもしれないから、俺は、なんかあれだよな、なんか、好みじゃないわ。すごく好みじゃない。チンアナゴみたいな顔してる。モッチの方がかっこいいな、多分俺。俺の評価な、これあくまで俺の評価だけど、モッチーの方が全然かっこいい。モッチーなんか爽やかだし、これ世間一般的にはどうかわからない。俺はモッチーの方がかっこいいと思う。お前よりは。俺が女だったらどっちと付き合いたいって言ったらモッチーと付き合うわ。俺はな、かっこいいやつ見つけた。 あ、かっこいい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 。これはモッチーより全然イケメンでしょ。かっこよくない？さっきのやつに教えてやりたいわ。こういうのがイケメンって言うんだぞ。まあ多少なんかちょっと修正とか入ってるだろうけど、これぐらいになってようやく俺ってイケメンだよなって言っていいと思うわ。さっきのやつはどっちかってなんか、なんていうの？空間とキスする顔って言うじゃん。空間とキスしてる顔。俺、空間とキスしてる顔好きじゃねえんだよな。こういう顔。あいつは俺の中でイケメン認定。モッチーよりイケメン見つけた。よかった。一応、うんこくルールのとして、空間とキスしないっていうのを一個作ってるんで。空間とキスしないでください。一発撮りのやつかっこよかったな、あれな。下、なんかこういう角度じゃなくてさ、もうこの一番人間がブスって映るとされてる、この角度で撮って送ってきたという男らしさ。男気にあふれてたね。